ビデオダイアリー May 7th, 2018 by 広志林浜松セリージャパン。ビデオ日誌2018年5月7日林広志です。ブッダはこう言ったと言われています。 The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day。幸福になる秘訣はね、あなた自身をあるがままに受け入れることなんですよって。そしてね、毎日あなた自身を最大限、まあ引き出すことですよというふうに訳しました。つまり日々の生活の中であるがままに自分を受け入れなさいよ、そして毎日の生活の中で最大限自分をまあ活用しろとかね、そういうことなんでしょうね。 Making the most、 最も有効に自分自身をまあ使いなさいよとも訳せるわけです。まあ皆さんの解釈はいかがでしょうか。特に大切なのが最初の部分ではないでしょうか。あるがままに受け入れるってことですね。ここに私がいる、今ここで生きている、まあ、要するにないものねだりしないとかね、まあ不平不満を言わないとかね、そしてその不平不満を無理に抑えてね、欲求不満にして人を妬んだり恨んだり嫌ったりしてはいけないということですね。つまりまああるがままに自分を受け入れて、それで満足して生きることなんですよということではないでしょうか。が次に問題なのは、まあ、それをね、そういう自分をどう最大限に生かしていくかということになるわけですけども、まあ、私はやはりこう前向きに生きる、ポジティブに生きる、そしてネガティブに生きるということで考えるならばですね、要するに後ろ向きなものの考え方というのは、あなた自身、私自身の心を腐らせるのみならずですね、自分自身の人間性を2歩も3歩も後退させるということではないでしょうか。まあ、ちょっと話は変わりますけども、キリスト教徒の間でですね、大変素晴らしい言葉がありますね。Forgive and forget という言葉です。今それを画面の中央に表示してみましたが、 Forgive、 許すという意味ですよね。 Forget、 忘れるという意味ですよね。でよくこの単語2つを見るとですね、 Forgive、 与えるためとも訳せるわけです。そして Forget、 得るためとも訳せるわけです。要するに相手に愛を与え、そして相手からですね、愛を得るために忘れなさいよってことを言っている。それが許して忘れるってことですね。私が昔学生時代に何かのことでね、思い悩んでいると、仲の良かった友達がですね、私の部屋にやってきて、 Hiroshi, forgive and forget というように口癖のように言っていましたね。許して忘れちゃえよっていうことなんですね。でこれはあと、それから 10年近く経ってから、ニュージーランドの宣教師がね、たまたま私の家で食事をすることになってやってきてくれた時にですね、二人で来たんですけども、その時に、君たちは forgive and forget と言うけれども、それは聖書の中の言葉かって聞きましたら、二人ともイエースなんて簡単に言いましたね。驚きましたね。まあ、そういう言葉があるんだそうですけども、まあ、しかし以来ね、30、40年経ったわけですけども、全然自分の精神は完成してないと言いますか、もちろん完成はしてませんけども、高くなってませんね。いまだに、Forgive and forget なんてね、自分に言って聞かせるわけですけども、なかなかこの実践できないと言いますかね、言葉では分かっていても、自分の実生活の中でね、それをどういうふうに、理解し消化し、そして自分を高めていくかという部分でつまずいていたわけですけども、最近はですね、
私こうしているんですよ。まあ、例えば私自身に対してね、個人的なことですけども、話ですけども、まあ、私自身がそう思うのかもしれませんけども、嫌なやつだなとね、思う人がいますよね。皆さんだっていらっしゃると思いますよね。いらっしゃるというか、いると思いますよね。で、あいつに憎たらしいとかね、恨んでやるとかね、嫌いだってやついるわけですよね。で、そういう時はですね、私ね、逆にね、両手を握ってですね、その人のために祈ってあげるんですよ。最近ずっとそうしています。どういうことかというと、まあ、例えばね、X さんなら X さんが私に対して、まあ、私というか私自身がそう思ってるだけなんですけどもね、本当は X さんはね、いい人なんですけども、まあ、私に対しては、私に対してというよりもですね、最初に申し上げましたように、私自身の基準からして、ああしてくれない、こうしてくれない、あれが足りない、あいつは嫌になった、あいつは私に対して意地悪したとかということで、いろいろと、まあ、ポン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 と思い当たっていくわけですよね。そういう時に、まあ、嫌な感じがするわけですけども、逆にですね、まあ、その時に逆にですね、その人のために祈ってあげるんですよ。両手を握ってね、どうかその X さんがね、心安らかに、そしてどうか平和で幸せになってくださいねって、どうかなってますか、そういう形でね、それぞれ個人によって内容は違いますけども、まあ、どうなってくださいね、こうなってくださいねと言って、静かにこう、まあ、目を閉じてですね、両手を握って祈るんですよね。ちょっと話変わりますけども、最近私はごく自然に、ごくなんて言いますかね、当たり前のようにそういう形で上の人、神に対してですね、祈ることができるようになりました。まあ、それは話は別なんですけども、そういうふうにしてその人のことを逆に祈ってあげるんですよね。そうしますとですね、まあ大体今のところ時間にすれば20秒30秒も経たないうちに、スーッと心が安らいできて、そして静かになってきますね。そしてその人に対する嫌な感情というのが、まあ、ネガティブな感情というのが消えていくのが分かります。まあ、それでも消えなければね、消えないということはそれで消えるんですけどもね、これは私の問題なのかもしれませんけども、またその数時間、あるいは半日、あるいは数日経つとですね、同じようなそのことで、そのやっぱり X さんのことを思い出すと、ポポポポポッとこう嫌な感情、ネガティブな感情が生まれてくるんですよね。いわゆる、まあ、嫌いだ、恨みの感情もあるしね、妬みもそうですよね。それからそういったその感情がボボボッと起きてくるんですけども、その都度そのさっとね、もう起き始めたら両手を握って、まあ、天に向かって、まあ、祈るわけですよね。まあ、それは自分のために祈るわけじゃないんですよ。私自身の考えは、あくまでも私自身の考え方なんですけども、私自身は祈るというのは自分のために祈るのではないというふうに理解しています。まあね、自分に利益があるように、ご利益があるようにということではなくて、あくまでも祈りというのは自分を離れた他者、その中にいろんなものもあると思います。人間だけではなくてですね、あると思いますけども、自分のために祈るのはこれは祈りではないんじゃないかというふうに考えています。あくまでもその自分を離れて、まあ、他人のために祈るということですね。そうしますと、やはり、まあ、その都度そのポコッポコッと起きてくるネガティブな感情を、まあ、押し殺すというのもちょっと言葉悪いですけども、消えるわけですよね。でその都度私が今実感していることは、そういうそのなんて言いますかね、他人のために祈れば祈るほど皆さん幸せになってくださいよなんてね、そんな風に祈れば祈るほど自分の心もまた温かく豊かになっていくのを感じますね。それはそういうものだろうと思うんですよ。でその時に私はですね、まあ、最近70歳になってからね、もう本当に遅すぎるわけですけども、まあ、そういうこと、そういう経験を通してですね、まあ、冒頭というか先ほど言いました、許して忘れるという言葉の意味が初めて分かったような気がするんですよね。例えば言葉の上でね、 Forgive and forget、 愛を、ね、得るために忘れろ、与えるために忘れろね、愛を与えるために忘れろ、愛を得るために、許せ、ごめんなさい、頭混乱しましたよね。 Forgive and forget、 要するに相手に愛を与えるために許しなさいよと、正確にはね、相手から愛を得るために
忘れなさいよというように言葉の解釈で理解するのではなくてですね、要するに相手の人のために祈ってあげるということですよね。そうしますと、まあ、なんて言いますか、結果的にですよ、結果的に forgive and forget が達成できるということを自分なりに納得しました。それはですから皆さんの中にもね、日々に悶々としてね、嫌な気分になる、これはあるんですよね。人間というのはね、まあ、そういうふうに作られているというか、まあ、そういうふうに毒されているといいますかね。もともと人間という生物はもっと純粋で心もね、汚れてなかったと思うんですけども、この現代社会の中で生きる上においてはですね、まあ、そんなことを言っていたのでは生きていかれないという部分で、どうしても納得じゃない、妥協するわけですよね。その妥協する部分で、まあ、汚れていって雑音が、あるいは雑念が始終ですね、私たちの心を煩わせるということになるわけです。でそういう煩わされる中から邪悪な自分というのが、まあ入り込んでくるわけですけども、まあ、そういう自分ともどこかで戦うというか、やはりありますからね。これは人間、私はない人はないと思うんですけども、ただね、数日前もワイフとそんな話をしたんですけども、ワイフが言うにはね、あなたはとにかく普通の人と違って、絶対私を褒めてるわけじゃないんですよ、単純だという意味でそう言ったんですけどもね、私のことを、あなたは純粋すぎるって言うんですよ。私のことをね、ずっと、まあ、私の伴侶としてですね、ずっと一緒に生活してきて、その総括的に言うとね、私いろんな人を見てきたけども、見てるけれども、あなたのようにその純粋な人はいないわよって言うんですよね。で私は自分自身はそう思ってないんですけども、で私はそうかなっていう感じで、きっとね、それはね、私僕ね、その子供を相手ね、特に幼児を相手にしてずっと仕事をしてきましたでしょ。ですからそういう意味では幼児っぽい、子供っぽいというような考え方になっているわけですよね。全体として見ると視点がいつも子供の視点にありますから、例えばですね、大変おかしなことに、私はやはり幼稚園児をずっと教えてきたもんですから、ある日ね、ある小学校へで講演した時にですね、その小学校の校長先生がですね、ある教室といいますか、いろんな教室を案内してくれたんですけども、その時にね、1年生のクラスへ来たんですよ。そうしましたらね、その校長先生がね、私にこう言ったんですね。林先生、こんな小さな机とこんな小さな椅子で勉強してるんですよ。小さいですね、なんて言ったんですね、その校長先生が。私にね、小学校1年生のクラスを案内しながらね、こんな小さな椅子に座って勉強してるんですよって言って、まあ、私にその教室を案内してくれたんですけども、実はですね、私ね、その時にね、小学1年生の教室のそのクラスを見てね、その椅子を見て机を見た時にね、大きな椅子だなと思ったんですよ。内心では大きな机だなと思ったんですよ。それは本当にそう思ったんですよ。だから小学校の先生が小さな椅子でしょって言った時に、全然というふうに思ったわけですけども、そういう意識の落差っていうのが、まあ、基本的にあるわけですけども、そういう、まあ、それが一つの例ですけどもね、全体として見ると、私はやはり幼児の世界で生きてきたってことが私の主流であったわけで、まあ、見て、物の見方、観点ね、視点、上下の視点も含めて、その子供の目で見てますから、まあ、物の考え方が子供自身からね、影響を受けたとしても、何らおかしくはないわけです。ですから、物の考え方も当然、まあ、一般世間とある意味でずれているということになるわけですけども、まあ、それがね、ひょっとしたら、先ほど言いました、純粋と言いますかね、まあ、それはいい意味でも取られますけどもね、一般世界では、いわゆるまあ単純でおバカさんでね、幼稚っぽくてね、というような未熟な人間というふうに考えられますよね。まあ、しかしですね、ちょっと話またそれますけども、幼児は確かに未経験で未知、いわゆるまだその知らないことはたくさんあるはずですけども、しかし、未熟じゃありませんよ、幼児は。そこを誤解しちゃいけませんよ。未熟で幼児だなんて言ったらいけませんよ。思っちゃいけませんよ。人間、大人よりもですね、はるかに、なんて言いますか、心が豊かでね、それから喜怒哀楽の、やるなってますか、感情もですね、大人以上に敏感に反応しますしね、はあ、全然未熟じゃないですよ。
それはね、本当に幼児教育を40数年間やってきた私の結論的な意見として聞いていただきたいと思います。大人の私たちが見るとですね、未熟で幼稚だななんて思うかもしれませんけども、それは誤解だということです。で、話を2つ3つ戻さなくちゃいけませんよね。要するにワイフはそういうふうに言うわけですよ。そんな私でもですね、ポッポッとこうなってますか、邪悪な心っていうのが浮かんでくるんですよね。邪悪ってことは、まあね、もう恨んだり、まあね、妬んだり、それから嫌ったりね、批評したり、好き嫌いをはっきり言ったりというような形で、その人をですね、判断しやすい、ジャッジしやすいんですけども、それはいけないということですね。そういう時に、まあ私はですね、forgive and forget という言葉は知っていたんですけども、なかなかと言いますか、それこそね、宣教師、まあ、私が1970年に初めてその言葉を聞いて以来ですね、すでにまあ50年近くなるわけですけども、その自分がですね、実践できなかったんですけども、まあ、別のところからね、別の角度から自分がその問題に切り込んでいってですね、そして今、私は自然な形でね、天に向かって握り拳を作ってですね、なんか嫌なことある、嫌な人が、まあ、嫌というかね、何かポッとこう不平不満というのは湧いてきますからね、そういう時に両手を握って静かに目を閉じて、どうかその人が幸せに、ね、幸福になりますようにという感じで、ここそうですね、もう、はい、2、3ヶ月はそのようにして実践しているわけですけども、そうしますとこの心がですね、スーッと静かになっていく、それと同時に心の中が高くなっていくということですね。ですから、まあそういうふうに相手のために祈れば祈るほど、結局は自分のためになる、まあ、そういうふうに損得を考えてするわけじゃありませんけども、結果論としてみると、自分の心が温かくなって穏やかになっていくということですね。逆に今度は、まあ、何かのことでね、あちこちで不平不満があって、まあ、怒ると言いますかね、怒るような気分になった時にですね、それを言葉として相手にぶつけてしまうと、まあ、言葉はね、シェイクスピアも言っているように、言葉は気をつけなさいよと、敵を作りますよということになるわけですけども、言葉として相手を傷つけるということになってしまいますね。相手を傷つければ当然自分も今度は傷つけられるということにつながっていくわけです。結局寂しい思いするのは自分自身ですよということになっていくわけですよね。何かしらこうね、すごいその高邁な話をしているような感じになりましたけども、そういうふうにお聞きにならないでくださいねというのは、林浩司いつも偉そうなことを言うくせに何にも身が伴ってないじゃないかってね、言われそうで、まあ、言われても仕方ないような人間、ボロボロの人間ですから、まあ、そのように思われても仕方ないというふうに思ってますけども、まあ、私は今そういうふうに感じています。で、話を戻しますとね、まあ、ネガティブマインド、ポジティブマインドということになってくるわけですけども、要するに、私たちの心の中にはですね、まあ、そういうその、まあ、ある意味で邪悪な部分がですね、常にまあ人間生活の中で、まあ、毒されている部分があってね、それがポッ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 と出てくるんですよね。それは一回祈ってあげたから、まあ、その例えばね、Xさんがあいつ恨んでやるなんてね、思うんですけども、なんて言いますか、恨むと思うでしょ。その瞬間私はもううっと出てきますからね、そういう感情というのは。すぐ両手を握って静かに目を閉じてすかさずやってますね。それをすかさずやるのがコツなんですよ。3秒も4秒もほっときますとね、どん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 それがね、急速に膨らんできますからね、ネガティブな感情というのは。ですからもう最初にポッと浮かび始めたところで、まあ当たり構わずですね、まあ、まだね、外の世界ではなかなかね、実践的というか、例えばね、ショッピングしながらそういうことを考えたときに、ね、そんなことすればちょっと変な目で見られるんじゃないかなという思いもありますけども、家の中ではもうワイフの前でもね、どこでもね、それこそね、まあ、そういうやり方は良くないのかもしれませんけども、トイレの中でもね、やっぱりそのふっとそういう感情が湧いてきたときにはさっとするようにしています。そうしますとね、さっと心がね、休まります。それが結果的に forgive and forget につながっているということですね。まあ皆さんの中にはですね、何やってんだ、なんかの宗教家みたいじゃないかって思われるかもしれませんけども、まあこれから先はあくまでも参考にしてくださいねという言い方しかできませんけども、要するに皆さんの中にもね、
まあ、もうすでになさっている方も多いと思いますけども、皆さんの中でね、林があんなこと言ってるから、よし俺もやってみようかなんてね、思ってくださる人がいらっしゃったら悪くはなりませんからね。昔これも話と変わりますけども、うちの母は面白い人でね、何でもその辺に薬が転がってるとですね、おじいちゃんおばあちゃんが飲んでるような薬が転がってるとですね、ざっと口に入れて飲んでるんですよね。お母ちゃんそれ飲んじゃダメじゃないのってなんて言いますとね、そうすると母はですね、人にいいものは私に悪いはずはないから、薬を飲んで悪いものはないはずだなんてね、勝手な論理で、まあ、何でもね、薬をポッポッと口に入れて飲むようなところありましたけども、まあ、それは薬ですけどもね、まあ、体質の合わないのを飲んだら大変ですけども、要するにそのこと相手のために祈る ということについてはですね、そのなんていうか、間違っても間違いはないということですよね。はい、いわゆるダメ元ということになるわけですよね。ですからそういうふうに思って、皆さんも一度その祈ってみられたらいいんじゃないのかなと思いますね。で、冒頭の幸福論へと、まあ、つなげて今日の話を終わりたいと思いますけども、要するにあるがままの自分を受け入れなさいよ、まあね、ないものをねだりしたり、妬んだり恨んだり嫌ったりしてもいけないということです。まあ、それが結果なんですからね、あるがままに受け入れて、そしてその自分の中からね、自分をですね、最大限引き立てることだということで、ブッダはそう言っていいんじゃないのかなってね、まあ、英語ですから微妙なニュアンスが私には理解できませんけども、まあ、そのように make the most of というのはそういう言い方じゃないかなと思いますけどもね、まあ、流れからするとね、まあ、あれがままを受け入れて自分自身を最大限引き立てなさいよと、そういうことなんですね。それがその結局は、まあ、具体、それはまあ、総論とするならばですよ、じゃあ具体的に幸福になるためにはどうするかということになりますと、まあ、要するに、まあ、人間というのは社会的な動物ですから、すべて人間同士の人間関係の中で、まあ、その幸福感も生まれるということですよね。でそのためには、まあ、許して忘れるということになるわけですけども、言葉でそれが分かっていてもなかなかね、許しちゃえよ許しちゃえよって言えば言うほどね、自分の心にブレーキをかけることになりますから、かえってね、逆上するということもありますしね、忘れろ忘れろ忘れろと言えば言うほど、まあ、頭の中でね、固執するというか執着すると言いますかね、そういう状況になりますから、まあ、固着ということになるわけですけどもね、心理学でいう固着になりますから、やはりそれも大変難しいと。だったらどうするかってことですけども、そこはまあ神の力を借りてですね、要するにまあ両手を合わせて握って、そして憎たらしい相手、恨んでる相手、嫌ってる相手、そういう人のために祈ってあげるということですね。それは最初勇気がいり思い切りが必要かもしれませんけども、間違っていてもダメ元ということになるのではないでしょうか。今日の話は少し苦しい話でしたけども、まあそういうことですね。で今日この後に、今ちょうど今ご覧いただいている動画をつなげておきますけども、話は全然変わりますけども、私たち人間は守られているということを皆さんにも実感していただきたいと思いましたので、その動画をこの後につなげておきます。それでは皆さん、バイ。
Nuclear fuel debris is a sort of radioactive waste which contains radioactive material. It is usually a byproduct of nuclear power generation and other applications of nuclear fission or nuclear technology such as research and medicine. Radioactive waste is very much hazardous to all forms of life and the environment, and is regulated by government agencies in order to protect human health and the environment. Here is another mystery about the debris in Fukushima nuclear power plant, which was destroyed on March 11, 2011, with 800 tons of nuclear waste debris. 800 tons! The number one, number two, and number three nuclear power plant have been already melted out and melted down, and the number four was exploded on that day. 核燃料廃棄物、それがデブリです。放射性物質そのものであり、人間のみならずあらゆる生物にとって大変危険なものです。2011年の3月11日のあの福島第一発電所の事故により、第1から第3号機がメルトダウンを起こし、4号機も爆発しました。そのため約800トンものデブリが発生したと言われています。そのデブリから発生する放射線量はそのままであれば、北半球全体に大きな影響を与え、まさに地球的かつ致命的な大災害をもたらすほどの量だと言われています。が、謎はここから始まります。確かに今の今も大災害ですが、それでも日本はなんとかそのデブリを抑え込んでいるかのように見えます。私はここにいて、あなたはそこにいます。かろうじてかもしれませんが、コントロール可能な状態にあるということです。が、私はここが謎だというのです。広し林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんに、原子力発電所なるものがいかに危険なものであるかということを分かっていただきたいと思います。広島です。1945年です。原爆が投下されました。その原爆の直後、直下の放射線量は毎時244シーベルトであったと計算されています。244シーベルトです。今日は一つずつその証拠資料を皆さんにお見せしながら話を進めていきたいと思います。ある学者の試算によるとですね、244シーベルトとなっています。核燃料棒の説明をします。ウランを濃縮後、焼き固めてペレットを作ります。そのペレットを並べて燃料棒を作ります。そしてその燃料棒を束ねて燃料集合体を作ります。そしてそれを原子炉の中に入れます。で、この燃料棒は普通に通常に使ったとしても、例えば1本あたりの表面線量は広島原爆の約410倍、約10万シーベルトとなります。広島型原爆の410倍の10万シーベルトである点に注意してください。ここにも書いてありますように、桁が2桁違うということです。そしてその燃料棒が福島第一原発だけでもなんと1万1000本もあったというのです。
1万1000本です。1本で10万シーベルト、それに1万1000本をかけると11億シーベルトという数字が出てきます。が、これとて通常運転の時に発生する放射線量ということになります。つまり核燃料棒がメルトアウトしたりメルトダウンすれば、その危険度は飛躍的に増大するということです。が、その危険性については一般にはあまり認識されていないようです。というのもですね、一般にはシーベルトの単位はその100万分の1のマイクロシーベルトという単位を使うからです。例えば8217マイクロシーベルトというのはですね、シーベルトで計算しますと 0.008217 シーベルトということになります。つまり11億シーベルトということは11億かける100万マイクロシーベルトということになります。今赤い丸で囲んだところが1シーベルトということになります。つまり途方もない放射線量ということになります。そしてここにも書いてありますように、もし6000本以上の使用済み燃料を貯蔵している使用済み共用プールも管理できなくなってしまったら、地球が終わってしまうということになります。繰り返します。地球そのものが終わってしまうということになります。その地球が終わってしまうような大事故が福島第一原発で起きたということになります。で、右の雲はですね、これは水蒸気爆発ではなくてまさにキノコ雲だったと言われています。そして1号機から3号機までがですね、メルトアウト、メルトダウンしています。現在の今もそのデブリースがですね、どこにあるかさえ分かっていません。そして4号機も爆発しました。が、ここで一つの謎がささやかれています。4号機の使用済み燃料プールにあった燃料棒がですね、なくなってしまって、そのプールが空になっている、いたというのです。考えてみればこれほど謎めいた話もないわけですけども、その福島第一原発の事故は、あのチェルノブイリ原子力発電所の事故の約2倍から3倍の放射性物質を吐き出したというのです。ですから多くの学者は福島から半径800キロから1000キロの範囲ではもう人は住めないというふうに判断していました。で、今ご覧いただいているような高濃度の放射性物質を含んだ空気がですね、このように太平洋に流れていったそうです。で、話を先に進める前にもう一度あの事故を考えてみたいと思います。福島第一原発はこのような形で破壊されたということになります。で、1号機から3号機は現在メルトアウト、メルトダウンしていることが確認されていますが、肝心のデブリースは見つかっていません。カメラそのものが中に入ることができないからだそうです。つまり行方不明ということになっています。で、4号機のプールは空になっていたということなんですね。となると現在行われている燃料棒の移動操作というのは一体何かということになるわけですけども、その量はですね、広島型原爆の
まあ、広島型原爆がですね、244シーベルト、まあ、空中で爆発したためにですね、放射性物質は飛散したわけですけども、それでも244シーベルト毎時244シーベルトであったと言われています。一方、原子力発電所で使われる燃料棒というのはですね、ウランを濃縮後焼き固めたものを使い、そしてその燃料棒を束ねて集合体として原子炉内部の圧力容器の中に入れられます。その燃料棒はですね、通常に使ってもですね、1本あたりの表面線量は10万シーベルトです。つまり広島型原爆の410倍ということです。1本だけで1年間に410倍ということですよ。そしてそれがですね、福島第一原発だけでも1万1000本あったと言われています。まあ、現在の今も1万1000本あるということになります。ですからその10万シーベルトに1万1000をかければですね、それで放射線量が計算できますけども、それは通常運転の場合です。メルトダウンした場合にはさらに桁違いの放射線量が出るものと考えられます。が、私はここがおかしいと思うわけですけども、実はあの事故の後、第一原発の上空に UFO なるものが出現していました。これは原発に備え付けられた固定カメラから撮られた映像です。この矢印のところに注意してください。この矢印のところに奇妙なものが映り込んでいました。この画像は捏造ではありません。まあ、固定カメラによって撮られた画像ということになります。そしてこの奇妙な物体がですね、これ約60倍速で撮影されているわけですけどもね、一番上の右の方に秒数が表示されてますけども、ちょうど1分が、まあ、1秒で1分進んでいる感じで時計が早送りになっています。で、その画像の中にこのような奇妙な物体が映り込んでいました。私は当初これクレーンかなんかの先かなと思ったんですけども、どうやらクレーンの先でもないようです。この奇妙な物体は今この中央にあります鉄塔の向こう側を横切ります。注意深くご覧ください。これは何かということですけども、福島第一原発の画像、動画についてはですね、フェイクのものがですね、たくさん出回ってますから、皆さんもご注意ください。鉄塔の向こうへと重なっていきます。となると、これは何かということになるわけです。もう一度皆さんにご覧いただきます。太陽は向かって右側にあると考えられます。ですからその太陽を受けて建屋が光り、そして同時に上の物体も光るということですね。そしてこの物体が今鉄塔の向こうに重なります。ここが一つのポイントですから、ここでポーズしてみます。注意深くご覧ください。鉄塔の向こう側にその物体が入り込んでますね。さらに合成写真の可能性もありますが、よく見ていただくと分かりますように、上の文字の向こう側にその物体があるのが分かります。不可能ではありませんけども、ここまで手の込んだ合成写真というのは大変難しいのではないでしょうか。なおかつその物体はタワーの向こうにあるということは、これはクレーンのクランプのような小さな物体ではないということになります。私は UFO と判断しました。つまりあの事故の直後に福島第一原発の、まあ、位置からして3、4号機の上にこのような物体が現れていたということになります。事故と関係があるのかないのか、あるいは今の私たちが今ここにいることと関係があるのかないのか、さらに言えばですね、あれほどの大事故と思われた事故であるにもかかわらず、未だ人間がですね、あるいはもっと言えば日本人がそれを
制御可能な状態に置いていることと関係があるのかないのかということにもつながっていくのではないでしょうか。が、こんな事実も浮かんできました。これは福島第一原発上空に現れた謎の光ですけども、この光に大変よく似た光が火星でもキャプチャーされていることが分かりました。詳しくは続く動画の中で説明しますが、右が火星で撮られた写真です。NASA のキュリオシティ・ドーバーが地球に送ってきた写真です。この両者を比べていただくとですね、大変よく似ているのが分かります。つまりこのような、つまり左のような UFO が地球上空に現れていたとしても何らおかしくないということになるのではないでしょうか。で、結論ということになりますが、ここで最大の謎が生まれます。東京大学大学院の教授早野隆吾氏は次のように述べています。私自身も別方面から実感を得ていました。福島市にあるテレビ局の社員約30人が事故直後から翌年3月までの1年間ガラスバッジを持ち続けていたのです。当時福島市にあった代表的なモニタリングポストから得られた空間線量の計測値から推計すると、テレビ局員の積算積量は8ミリシーベルトくらいになるはずでしたが、実際は8分の1の1ミリシーベルトにも達していませんでしたということなんですね。つまりあちこちで計測される放射線量は予想の値よりもはるかに少なかったというのです。これは福島第一原発のあの事故の最大の謎ということになります。メルトダウンしてできたデブリはどうして今の今も見つかっていないのか、あるいはどこへ行ってしまったのか、そして4号機の燃料プールの中にあった使用済み核燃料棒はどこへ消えてしまったのか、さらに言えばあれほどの大事故であったにもかかわらず、どうして周辺の放射線量は予想よりもはるかに少ないのか、そしてもう一つ、そうした事実とあの福島第一原発の事故の直後に現れた UFO と何か関係があるのかないのかという謎が次々と生まれてきます。つまり今程度で済むはずがないような大事故が今程度で済んでいるということが謎ということになります。 Bye for now。
Cylindrical UFOs have been witnessed all over the world, and on many occasions, they sit stationary in the sky for very long periods of time. Several have been witnessed to return the following day to the same location as if they have not yet finished their surveillance. Here it is my pleasure that I can show you another sighting case by Mr. Kunio Orita, a Japanese Self-Defense Force pilot, a sighting report of a Komatsu Air Base, Ishikawa Prefecture, Japan. 世界中でシリンダー型の UFO が目撃されています。そしてそのシリンダー型 UFO は長い時間その位置に滞空していることが多いそうです。あるいはあたかも何かの調査をやり残したかのように翌日同じ位置に戻ってくることも多いそうです。ここに元航空自衛隊員織田邦夫氏のシリンダー型 UFO 目撃事件の報告例を紹介できることを大変光栄に思っています。なおこの情報は名古屋在住の山口京子さんよりいただきました。広志林浜松セティジャパン。山口京子さんが送ってくださった本の前書きには次のようにあります。アメリカ航空宇宙局 NASA が運営する探査機キュリオシティが火星上で活動していることはご存知でしょう。 NASA はキュリオシティが撮影した画像を世界に公開していますから、天文ファンはもとより UFO に関心を持つ人たちも画像を解析しています。すると2016年夏、キュリオシティが火星上空を浮遊する UFO を撮影していたことが判明し、世界中の研究家たちに動揺が広がりました。キュリオシティの右側ナビゲーションカメラが山脈の上に明るい光が現れるのを捉えていたのです。その31秒後、左側ナビゲーションカメラが火星の表面に近づいたように見える光の画像を撮影しました。カメラの制作責任者はキュリオシティから受け取った何千もの画像の中にほぼ毎週明るい点が映っている、ほぼ毎週明るい点が映っていると述べています。佐藤守著、宇宙戦争を告げる UFO の一節を朗読させていただきます。私と自衛官たちの UFO 接近遭遇。無視された貴重な映像。講談社のプラスアルファ新書実録自衛隊パイロットたちが目撃した UFO には、目撃した14人の自衛官たちの証言を収録しました。前述したように自衛隊内には UFO には無関心か、あるいはいかがわしい非科学的なものという観念が蔓延していますが、航空自衛隊員といってもパイロットは約 3% の存在に過ぎません。ですから UFO 目撃情報が限られるのは仕方がないことです。そして現役時代には目撃した事象を口に出すパイロットはさほどいませんが、 OB になるとガラリと変わります。これは
民間航空のパイロットも同様で、現役時代にはなぜか体験談を語りたがりません。民間航空では大事なお客様を預かる身として飛行安全上ふさわしくない人物を採用することはできません。 UFO 信者イコール精神疾患者、 UFO 信者イコール精神疾患者とされて排除されてしまうようです。 UFO を目撃したとうっかり口外すると地上勤務に回される、つまり直接収入にも影響するらしいのです。しかし前期の書で取り上げた優秀な後輩の体験は非常に貴重なものでした。1979年から80年頃のことです。この降りた国を2位は小松基地からスクランブルしたものの大正期国籍不明機を目視発見できなかったため、しばらく洋上で警戒監視飛行を続けていました。その後任務を解かれ小松基地に向け帰投中の出来事です。両機とともに2機のファントム戦闘機は能登半島沖の高度約3000メートル付近を降下中でした。するとスプレッド体系、つまり300から400メートルくらい離れた体系で飛行している2機のど真ん中に突如 UFO が出現したというのです。繰り返します。スプレッド体系、つまり300から400メートルくらい離れた体系で飛行していると2機のど真ん中に突如 UFO が出現したというのです。両機が無線でなんじゃあれはと叫んだので外を見ると、なんと茶筒のような形の UFO がファントム戦闘機と同速度同高度で飛んでいたのです。しかしその形状は航空工学的にはとても空中を時速700キロ以上で飛行できるようなものではなかったといいます。 ID つまり識別写真を撮れと命じられた降りた国を2位は写真撮影しました。そして帰投後に現像されてきた写真には奇妙な形をした物体がはっきり写っていたといいます。これを見た飛行隊員は皆一様に驚きました。その後正式な報告書は航空団司令部を経て上級司令部に挙げられたものの所在不明になってしまいました。繰り返します。所在不明になってしまいました。なぜでしょうか。この時の写真があれば UFO 研究上非常に有益に働いたと思われ、実に残念です。繰り返します。実に残念です。皆さん、これが現実です。そしてこれが事実です。佐藤守著宇宙戦争を告げる UFO 講談社版を届けてくださいました。名古屋の山口京子さん、どうもありがとうございました。大変貴重な資料になりました。Bye for now.
The capsule. It is said that much of the movie The Capsule is based in real history and references real historic events which occurred in 1950s. From the American spy planes flown by the Royal Air Force over Russia in 1954, through to the Black Knight rocket program, which was run by the British, with test launches in 1959, which was capable of taking a capsule into space. The Capsule。 この映画は1950年代米ソ冷戦時代の最中に最初から最後まで極秘裏に行われた事件を元にしていると言われています。真偽のほどはわかりません。また、どこまで信じてよいのか、それもわかりません。が、この映画の冒頭には、この映画は実際起きた出来事に基づいているとあります。また、この映画は数々の映画賞に輝いています。で、その映画の終わりには、UFO を思わせるシーンが登場し、宇宙飛行士のガイは大気圏への突入時にこういう言葉を残して消息を絶ちます。火口が止まった。あれは何だ。近づいてくる。わーっと。ザ・カプセル。誠に謎めいた映画であるということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。1950年代の終わりに、イギリスがですね、宇宙船を打ち上げたというのです。その少し前、アメリカは猿を宇宙船に乗せて無事地球に帰還させています。で、このブラックナイトプログラムというのはですね、極秘裏に始まり、そして極秘裏に終わったというわけです。あるいは成功していたら大々的に報道されたかもしれません。で、それを元にして作られた映画が The Capsule という映画だそうです。で、この映画の中にはですね、最後のシーンで UFO らしきものが登場します。あれは何だという宇宙飛行士の声が、それを思わせるということなんですね。で、先ほども言いましたように、真偽のほどはわかりません。が、しかし、ありえない事件ではないというふうに言われています。これを、あるいはこの映画をどう判断するかは、私たちの問題ということになりますが、同じような事件というのは、例えば、アポロ13号でも起きています。で、これがガイという名前の宇宙飛行士ですけども、今ご覧いただいているのが最後のシーンです。本当にあったのか、なかったのか。いわゆるガンスモークですね。火のないところに煙は立たないということです。で、これがこれは映画ですけども、このようなシーンが挿入されています。で、宇宙飛行士のガイはですね、奇怪な現象に遭遇するわけです。そして、最後に赤い火の柱を見たと言われています。で、この事件はあったのかなかったのかということになりますけども、闇の中の闇に現在葬られています。
ということで、これ以上の検証はできませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。やがて、どこかで、まあ、この事件の謎を解く鍵が発見されるかもしれません。Bye for now. The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into him. He mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。
よく知られた事件としては、1952年の7月の事件があります。その事件の時は、私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Recently, Russian UFO researcher
Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at the small plutonium bomb Apollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり、一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみればまだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松市、ジャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、操作を行ってですね、無事地球に帰還するというわけですけども、その時の様子が、詳細に記録されてますけども、その時アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、くる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 と不安定な、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。が、こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、噴射をしながら、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、コンピューターなんかいりませんしね。なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。ストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。ともかくも、いろいろと言われてますけども、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、勉強して、後に見る、あの大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、地球にめがけて、めがけてと言いますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その
大気がありますね。あの地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ地球に、まああの、帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還線は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、まああの、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまう。ということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵のあの殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、まあ、うまく、その、誘導しないと無事帰還できないわけですよね。まあ、そんなことは本当にできたのかということが、まあ、今にして思うと、まあ、謎ということになります。まあ、これが地球ですけども、この大気ってね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、まあ、うまく、帰還線を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこで、まあ、燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、まあ、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これが、アポロ13号の、まあ、帰還線を、って言いますか、それをですね、まあ離れた時に写真で撮った、まああの、帰還線です。まあこのように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、まあ1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ帰還線を、誘導しなければならないわけです。まあ、そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあ、アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。